目黒区の自律神経救世主久松です。今回はなぜヨガが自律神経に良いのかということについてお話ししていきます。自律神経整えるにヨガがいいよってお話、あなたも聞いたことがあるかもしれません。なぜいいんでしょうかね。それについて説明していくとですね、人間体を動かしている時に優位になる交感神経、自動車で言えばアクセルの役目、体をリラックスさせる方向に優位になる副交感神経、車で言えばブレーキ、アクセル、ブレーキ、アクセル、ブレーキの切り替えがうまくいくことによって我々の体はうまく動くようになっております。ところがそのストレスや緊張などでこの自律神経、交感神経、副交感神経のバランスが崩れると、乱れてしまうわけですね、自律神経が。そうなると ほぼほぼ交感神経が優位になる場合が多いんです。交感神経が優位になる場合、どういうイメージかというと、動物園の、ライオンやトラの檻の前にもう直前に私が立ってるような、そういうイメージです。そういう状況ってもうダラーンとリラックスできないじゃないですか。もう体が身構えて緊張しちゃうような、そういう感じになるはずです。そういった状態になってしまうんですよ。で、その緊張状態、体がガッと固まってる状態を緩めていくのに効果あるのがヨガなんです。ヨガのゆっくりとした呼吸、腹式呼吸を主体としたゆっくりとした呼吸、そしてヨガのポーズで体をほぐしていくこと、それにより、出にくくなっていた副交感神経を活性化させて心と体をリラックスしてくれるんです。ですからヨガをすることにより自律神経のバランスが整ってくるという、そういうことになります。ただね、気をつけてほしいのは、だったらヨガだけ毎日たくさんやればいいのかっていうと、それで全てを解決できるわけではなく、一つの方法としてです。ですから、うまくこれを日常生活に取り入れて自律神経の乱れを予防しましょう。他にはね、しっかり食事をバランスよくとる、睡眠をしっかりとっていくっていうこともね、すごく大事になりますから、そういったことを併用して、ぜひ自律神経のことでお困りでしたら、あなたもヨガを取り入れてみるといいかもしれません。またこれをご覧のあなたが、もしそれをやってもまだ回復できない、でもどうにかしたい、また自律神経以外の症状でもお困りでしたら、私があなたのお役に立ちます。当院の自律神経の施術は年齢、性別問わずあなたの不調を回復させるお手伝いいたします。興味がある方、真剣な方は電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。